ちょっとこのパッドの構造についてまずご説明したいと思います。このインスタコードのパッドは上から押しても横から押しても反応するようになっている。横から押してもで押して離してもならないけど押して弾くと音が鳴るっていう風になってます。でこの押して弾いたときにこのメーターが減るスピード を測定してこの減り方によって離したのか弾いたのかというのをあの判別しているこの内部構造を特許出願中でして内部構造このようになっていますこの真ん中の軸がパッドですで下に1個だけちょっと受け皿のゴムがあって青い部分が間圧導電ゴムという部品です間圧導電ゴムは圧力をかけると電気がで あの流れてそれをリニアにアナログに検知することができるという部品ですでこれを上から押すと感圧するとでこの押してる強さを感知するんですけどもこの構造のおかげで横から押してもここがてこの軸になって横から押しても下が反応するようなそういう構造になってるんですね。ただこの隙間がギリギリリ詰まってないと でしかもここの隙間がギリギリ詰まってないとうまく反応しないんですねでここの隙間がちょっと大きいと遊び,が遊びが大きくなって反応しなくなるそういう問題がありますパッと横から押しても反応するんですが3番目だけちょっと感度が悪いんですよ押しても反応しないグッと押すとメーターが伸びるんですが ししても反応しないのが時々ありますでそれをどうするか実際は本体が浮いちゃってるからなんですけど本体を下げることは難しいのでパッドと受けゴムの間の隙間を埋めるためにここにちょっとテープを貼って竹詰めをしてあげるんですね。そそれによってここのの遊びが小さくなるその作業を今から やりたいと思います。ゴム足の中にもネジ穴があります。ゴム足はグリってやったら外れます。グリット。もうあの本当にアナログな作業です。どんどんで、えー、ネジを外していきます。これ今ネジ外したんですけど。 パカッと外れないそれはあのここで噛み合わせがあるんですね爪で噛み合わせしてますその噛み合わせをちょっと上手に外してあげないと爪が割れちゃうんですよねなのでここがちょっと一番注意が必要です爪はここにあってこういう風うに押してあげますそうするとパカッと外れますでここにもあってこれも下のボディをグッと押すようにして やっているとどこかを押していると外れますで反対側も反対側も同じように下ボディをグッと押すとこれで外れましたで、えー、最後ここはちょっともうグイッとやらないと外れないのでグイッとやったら外れますで、えー、外れましたはい、えー、ここがメイン基板でスイッチ基板液晶じゃなくて OLED 画面そして、えー、ボタンの基板になってます。ここの中にパッドがいるので、四つのネジを外します。この基板は六つのネジで固定されていて、この二つのネジはさっきの本体を本体ごと押さえてるネジですね。なのでもう外れてます。 でえー、このケーブルちょっと大きいんでこっちではが外す外すでこれでちょっと線が外れますで基板を浮かせることができます基板を浮かせるとさっきの受けゴムってやつですねパッドがこの上に乗ってますパッドも取り出しますし下からちょっとこう押さえないやつ取れない,いこれがパッドですね この受けゴムの上にパッドが乗っていて抑えられるんですけど受けゴムの下にはポチっていうのがついてるんですねこのポッチが感、えー、圧導電ゴムを抑えてるポッチです横からの力も上からの力もこのポッチだけで受けてるんですねさっき見たのは上から3番目が上から3番目が遊びが大きかった ここで気をつけないといけないのは上から3番目っていうのはひっくり返しているので下から3番目です下から3番目のこのパッドを取り出して取り出してこの底にテープを貼ってやるとここにテープを貼ってこのこのパッドが高さがちょっとだけ高くなりましたそれだけのことですこれをやって戻してあげる で、えー、戻してそれで感度を確認します感度を確認する時はネジを一回止めないといけませんでさっき外したネジはこのもう2か所だったんですけどここはもう外したままでもいいです、はい、でこのままもう電源入っちゃうんでこのまま電源を入れますで パッド感度調整を出して1個目伸びますね2個目3個目伸びるようになりましたね同じ力でやってだいたい同じ長さになるようになったんでなりやすくなりましたパッドを交換しても 感度が違うというときにはさっきので高さを調整してもしもっと足りなければもう一枚テープを貼ってあげてさらに高さを高くするっていうそういうことでできますで、まあ、パッドの交換はだからさっきので全部パッドを外して付け替えるで、えー、12個のボタンも交換するので今度それはこっちの基板を外してください一応外しますえー、っとはいここを開けると えー、これは基板ですねでこっち受けゴムです受けゴムを外すとこういうふうになっててで、えー、ボタンが一つ一つバラバラに入っています一個一個決めたところにこのボタンを入れて交換してください向きとか間違って入らないようにはしてるはず 下ボディを組む時も、まずお尻から入れてください。このスイッチ側ですねこれをまずはめ込んではめ込んでお尻をカチッと合わせますその後、えー、ここの爪を合わせる爪を合わせるでさらにここの爪をカチッ ガチッと。で最後にここに爪があります。この爪をガチッとやると終わりです。それでネジを締めて終了。ゴム足をつける。ゴム足をつける。で完成です。<laughs> はい、ありがとうございます。とてもいい機材で撮影していただきました。